鯉のぼりをつけたパラグライダーが獅子高原山頂から空を舞い、見物客らを楽しませました。獅子高原スカイレジャーエリア運営協議会が地域を盛り上げようと毎年こどもの日に行っている企画で、今年で10回目を迎えます。昨年は強風で中止となったため2年ぶりの開催となりました。この日は県内外のフライヤーが1メートルから5メートルの色とりどりの鯉のぼりをパラグライダーの後部に取り付け、標高およそ600メートル付近の離陸場から飛び立ちました。この日は晴れ間が広がり、山頂付近の風速も穏やかな最高のフライト日和となりました。フライヤーたちは上空を行ったり来たりして、鯉のぼりを気持ちよさそうに泳がせながら飛行し、遊泳を満喫していました。地上や離陸場付近では家族連れらが珍しい光景を見つめていました。